Globus. じゃあ皆さんおはようございます。はい、外国人労働者ダイバーシティこれからの日本の形とはということで、昨今大変話題になっています、外国人労働者を中心としつつ、しかしダイバーシティということですので、後半の方ではよりジェンダーなどにも広げてお話をさせていただければなというふうに思ってます。で、私はヒューマンライツウォッチという、人権の団体のものなので、日本で今労働者がたくさん必要で、しかし労働者として認めるビザっていうのは正面からはなくて、で、技能実習生だとか留学生だとかという形で、入ってきてるんですけど、非常にたくさん の人権問題があるというところを、きっかけにしつつ、この問題に入ってきた人なんですけれども、本当に昨今その問題を、正面からもしかしたら解決し得るかもしれないっていう、特定技能という、在留資格とかできまして、でも本当に外国人労働者を労働者として認めなきゃならないという日本の大きな本当に政策の、転換がありますので、これを本当にこう日本の財産としていけるように、するにはどうしたらいいのかなっていうことを今日ぜひ考えていきたいと思います。そういう中では鈴木浜松市長、やっぱり浜松市はね、はい、もうこの外国人の受け入れでは、めちゃめちゃ先進市ですよね。はい、はい、はい、今ね、土井さんが お話ししたように、今年じゃない、去年ですね、入管法が改正をされまして、これもうすごいことなんですね。歴史的大転換で、これまで高度人材以外はですね、労働目的の外国人は受け入れないというのが日本の大方針でしたけども、いよいよ開国をしたということですけども、実はその前にですね、1990年にも大きな入管法の改正がありまして、当時ですね、バブルの頃で大変人手不足ということで、経済界の強い要請によってですね、入管法が改正されまして、いわゆる日系という資格であればですね、自由に労働目的で日本にこう入ってこれるようになったんですね。で、当時浜松はですね、自動車産業が大変盛んな地域ですので、突然ですね、南米系の日系人がですね、大挙して押し寄せてきて、1988年はですね、浜松になんとブラジル人28人しかいなかったんですけども、1990年を境にですね、最盛期は2万人のブラジルの方が暮らしていると、今だいたい、リーマンでちょっと減りまして、また今最近増えて1万人弱でございますけれども、全体で今2万5000人弱ぐらいの外国の方がいらっしゃるんですけども、だいたい8割がもうですね、永住定住の方なんですね。でもですから1990年ですから約30年近くですね、浜松はこうした外国人との共生について取り組んでまいりまして、その間2000年にはですね、浜松の呼びかけで同じような課題を抱えている都市でですね、外国人集中都市会議というのができまして、その中からですね、例えば外国人住民基本台帳制度ができたり、内閣府にですね、定住外国人施策推進室というのができたりですね、ちょこちょこっと国にもですね、我々の提言に対して動いたわけでございますけれども、いよいよですね、これ本格的な開国の中でですね、今後大事なのはですね、いわゆる外国人との共生、この社会統合をどうやっていくかということがですね、大きな課題になっておりますので、我々30年近いこの経験というのはですね、結構生きてくるんではないかなと、少し具体的な話はまた後ほどさせていただくとして、そんな状況でございます。はい、ありがとうございます。浜松市、以前本当にはい、ブラジルの方とか、ね、南米の方々がいらっしゃったばかりの頃は本当にいろんな問題が、ありました、ありました、はい、ツバメたちでしたっけ、はい、何でしたっけ、そういう子どもたちのことを特別に表す言葉もあったような、気がするんですけど、いずれにしても非常に大きな問題がたくさんあったというふうな認識なんですけれども、先ほどかなりいろんな問題を解決されてきたということなので、日本全体の、課題をどうやって解決するか、あと後ほどより具体的に伺ってまいりたいのですが、はいはい、次柳澤さんに伺いたい、柳澤さんはドイツ証券ということで、はい、本社がドイツで、ドイツというと、ゲストアルバイターとして、1950年60年代に、トルコなんかから本当に一時期間だけだよという、今の特定技能とかも基本ね、5年とか10年とかで帰ってもらいましょうみたいな、ビザになってます。同じように、帰ってもらう人たちとしてたくさんの移民を労働者不足から受け入れたと、そういった、お国柄、その後しかしながら並行社会とか言われたりしていると思いますけど、本当に、移民とドイツ人が交わらなかったり、いろんな問題を抱えて、本当に最近2000年代に入ってから、ドイツは自らを移民国家というふうに
まあ、捉え直したというふうに聞いてますけど、やはり欧米のね、そういった外国人受け入れの、まあ、いろんな影、光と影ですね、から学べることがいろいろあるのかなと思ってますが、ドイツ証券の取り組みなどなどお願いします。まあ、もう今ほとんど言っていただいたかなっていう。ありがとうございます。ゲストアルバイターとか、ドイツのことは言いましたが、ドイツ証券が何やってるかとかちょっと知らなくて、ね、はい、はい、あのご存知の通りメルケル政権がその弱体化したっていうふうに言われてる、まあ、もう根本的なあの要因ですよね。で、それでみんな反メルケルになって、るのかっていうと、まあ、そうではやっぱりなくて、もう当たり前ですけれども民間企業も含めてみんなでこの問題を前向きにどうやって解決していこうかっていうのはもうずっと模索をしています。で、例えばですね、私たちの今銀行のホームページに行くと、あの難民の方を示す、また移民の方を示す、まあ、主にシリアですけれども、イラストとかがあってウェルカムトゥジャーマニーというふうに書いてあって、そこをクリックすると、まあ、いわゆるその元の国の言葉で銀行口座を開けれる手段というのを書いてあったりします。で、それはやっぱりもう社会統合をしていかないと国としてやっていけない。で、それはボランティアではなくてやっぱりビジネスとしてですね、まあ、リスクの芽をつむと、そしてそのサステナブルなビジネス環境を作るというところでやっぱり、取り組みが あります。で、非常にこの取り組みの中で顕著なのはですね、前向きなそのなんていうんでしょう、政策というのを社員一人一人が考えようというふうに、我が社としては今軸足を変えました。で、例えばこういう難民のキャンペーンというのも別にこう本部が決めて全支店がやってるというよりも、どちらかというと一人一人が何をポジティブになことができるか、ポジティブインパクトっていうキャンペーンなんですけれども、一人一人が考えて業務の中で作ろうというふうにしています。で、逆に言うとそうやらないとまた70年代80年代の完全に社会から分離されて、まあ、ゲットみたいになってしまい、まあ、その結果全然統合ができなかったという、まあ、その反省をまあ踏まえているということですね。そういった試みをやっています。ありがとうございます。で、まあ、そういったまあ、ドイツなんかの、まあ、例も、ね、これからもどんどん学んでいきたいと思うんですけど、お隣の本田さん、まあ、世界銀行ということでもう 超グローバルレベルから移民難民問題に取り組んでいらっしゃいますが、お取り組みをお願いします。難民問題というのはですね、だんだん実は大きな課題になってきてまして、世界中で見ると、ここ私、まあ、セギティも6年ぐらいになるんですけど、毎年数が増えています。で、そういった中で幸せな難民というのはどういう人かというと、就業機会がある人なんです。で、日本の今の状況というのは非常に特殊でして、他の諸外国に行くと、まあ、私の実は仕事っていうのは、民間の投資家さんをの投資を発展途上国に対するを促すために、ビジネス以外のリスクの保証をするっていうのがまあ仕事なんですけれども、雇用が作れるような投資を持ってきてほしいっていうのが一番のご希望なんですね。で、ところが日本の場合には人が足りない、だから外国人の人たちに来てもらいたい、もうこんな幸せなことはありませんという状況だと思うので、やれることはいっぱいあると思います。はい。で、なんていうか外国人といっても、まあ、いわゆる日本が今まで政策的にも正面から受け入れることにしてきた、まあ、行動人材と言われる人たちと、まあ、今回、まあ、正式に門戸を開いたいわゆるまあ単純労働者の人たちと、まあ、ちょっと、まあ、なんていうか違うわけなんですけれども、で、まあ、今先ほどの話で浜松市は、まあ、そういう労働者のビザではないけれども、その日系人というビザで事実上、まあ、単純労働的な方々というかブルーカラー的な方々が、まあ、たくさん来てたのかなというふうに思います。はい。で、性能ですけれども、まあ、私の勝手なイメージはその、私の家にたくさん来てくださる、ドライバーの方々のイメージでもあるけれども、まあ、実はいろいろな別の形でも含め、外国人労働者がたくさん働いているというふうに伺いました。はい。性能ホールディングという運送会社ですから、ブルーカラーのイメージでありますけれども、我々が実は採用しているのはホワイトカラーの、外国人を
現地でシンガポールとロンドンで採用しています。で、まあ、それぞれの大学はですね、まあ、その国を代表するような最高学府の子たちが12枠ぐらいで取ってるんですけども、3倍ぐらい応募があって、それで、まあ、当然マルチリンガルでらっしゃってマネジメント能力の高い卵たちを採用しています。これはもう、完全に現地と提携している会社があるので、そこに対しての日本のサービスの提供ということのマネジメントをやってもらおうということで長期投資としてやってます。で、実はそれらの子たちはですね、日本に研修するんですけども、1年間は日本の大学生と同じようにハンドルを握らせます。そうするとものすごくお客さんに対しての評判がいいです。見た目が全然違うんですけども、日本語流暢でですね、で毎度ありがとうございますかなんかって言ってですね、もうお客さんの心をがっちりつかむ。それを見ている日本の従業員がですね、この子たちこんなに頑張ってんだということで、すごいインスパイアされているという相乗効果が生まれています。また後ほどいろいろ細かいことをぜひぜひお願いします。で、ということで、まあ、外国人といっても何でしょう、行動人材からブルーカラーまでいろいろいるんですけれども、まあ、今田口さんのお話は、まあ、どっちかというとその行動人材のことなんですけれども、ちょっと最初こちらの何で若干高度な方々の話をさせていただくと、本田さん、まあ、なんていうでしょう、そういった方々とまあ働くことによってすごくプラスがあるんじゃないかということを指摘されてましたが、であとその他にもこのパネルの中で、まあ、その辺の行動系の方々に関してご意見ある方があったら、ぜひ本田さんの次にお願いします。じゃあ本田さんお願いします。ちょっと私はちょっと世銀の立場ではなくてですね、6年前に世銀に行く前まではずっと私は民間の仕事を、そこにいる川崎さんなどとご一緒に、大地さんもいますけど、やらせていただいてたんですけど、そこでやっぱり思ったのはですね、同質の中から革新は生まれない。それはですね、55歳の東大慶応早稲田京大とかのご出身の方々男性のみで話をした方が早いですよ。バックグラウンドが近いですから。なんですけれども、そこからは革新が生まれないし、やっぱり日本っていうのはマーケットとしてもあんまり伸びないじゃないですか。そうするとグローバルにも出ていかないといけないっていうのは、やり方を変えていかなくちゃいけないということですよね。で、外国人労働者を今受け入れるっていうのは一つの事業機会だと思ってるんです。で、そういった中でその人たちと一緒に何が変えられるかっていうのを考える非常にいい機会ではないかと思います。うんうん、その他そののどっちかというその行動人材の方について、はい、ご意見あれば。行動人材についてですけど、落としちゃった。我々が思っている日本人らしいサービスとかいうのが、当たり前のように言うんですね。我々は日本人らしいサービスとかですね、細かい気配りとかですね、整理清潔整頓整地とかいろんなこと言うんですけども、それって何なのっていう再定義ができますね。これは日本人として思ってるんだけど、そういう常識とか言語やとかそういう環境になかったということは初めて分かって、あ、そこのインフラ用意しないと伝わらないなということが分かり始めます。うんうん、柳沢さん何かありますか？なんかですね、椅子が難しいんですよね。日本にいる間に高度人材になるっていうのがあるんですよ。例えば浜松なんかはですね、はい、車のラインで働くために来た外国人労働者が極めて優秀な人たちもいっぱいいるんですね。そうするとそこでいろいろ経営マネジメントのですねことも覚えて、で現場の管理ができて、だん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 ですね管理職になっていって、で、まあ、もちろんその自分の出身の地域のことはよくわかるし、語学もできますから、例えば海外へ進出するときにね、その責任者で出かけていったりと、はい、だから最初はワーカーできたんだけれども、うん、日本にいる間に高度人材になるっていうケースも結構あるんですね。うんうん、そういわゆる叩き上げで高度人材になるケースですけどね、先ほどその2世3世がすごく高度人材化しているケースもたくさんあるよという話がありましたけど、はいはい、そうですね、浜松に静岡文化芸術大学という結構優秀な学校があるんですけども、一昨年そこを首席で卒業した子が10歳で浜松来た時はですね、日本語一言も喋れなかった、ブラジルから来た子なんですけどね、うん、今はですね、もう日本語、まあ、もちろん日本人以上に喋れますし、日本語、ポルトガル語、英語がですね、3カ国語も堪能でですね、ある一流企業の総合職で、貿易担当のですね、うん、職で就職をしてきましたけれども、うん、そういう子どもたち、まあ、全部とは言いませんけれども、うん、そういう子たちが結構育ちつつあるんですね。うん、要するに2世もね、こうそういうふうになっていくこともできるし、なんというか、ね、なんていうか可能性がいっぱいあるってことですよね。ちゃんと、ね、投資していけばね、はいはい、環境が良ければ、はい、やっぱ国際金融市場だと日本
というのは実はまあティア2都市に今なっていまして、アジアですと基本香港で、その次がシンガポールなわけです。で、今上海とかと地位を争ってるっていうのが、あの国際金融都市っていう枠組みの中で の日本の今現状、正直なところだと思います。ただ非常にこの外国人労働者というか高度人材のところで面白いのは、日本はものすごくリベラルな価値を持ってるアジアの国というふうに思われていまして、例えば私がやってる LGBT のことで言うと、あの香港やシンガポールでは配偶者のビザが同性には出ないんですね。なので日本に来るという選択をしてくる、あのゲイカップルとかレズビアンカップルっていうのは実はたくさんあのいます。でやはりその税金が低いとかですね、あのいろんな規制改革をしているとはいえ、やっぱアジアの国の中でリベラルな価値を持っていて欧米に近い、そしてあの法体系やインフラの中での保護っていうものが、まあ、ある国というのはやっぱり日本だっていうところで、私たちはその会社の中でのですね、人材獲得競争の中で日本をアピールするときにはですね、やっぱりこの話をあのしています。なるほどね、ありがとうございます。あのそういったなんて言うんでしょう、まあ、行動人材をどんどんどうやってまあ活用していって日本の成長とかイノベーションにつなげるかっていうのが、まあ一つあると思うんですけど、でちょっとそのいわゆるブルーカラーの方にもあの動いていきたいんですけれども、あのまあ一方で、まあ、私がまあその人権の人なので、まあ、ヨーロッパなんかを見てますとね、その受け入れでうまくいってる部分もあると思いますが、まあ、今のヨーロッパ見てますと、その移民の排斥が原動力になって、すごい、まあ、排他的な政党がバンバン出てきて、まあ、アメリカとかもそうなんですけれども、まあ、なんていうかすごくこう受け入れた時は必要、労働者が必要だったから受け入れたんでしょうけど、やっぱり不況もあるし、で人間だからすぐ帰ってくださいって言ってパーッと帰るわけでもないし、まあ、正直ものすごいマイナスにもなってるなというふうにも感じるんですよね。なのでやっぱり受け入れの仕方、うん、やはり、がものすごく大事だなというふうに思います。あのパリでもですね、2005年だったかと思うんですけど、パリ郊外でその、まあ、行かれる移民2世3世たちがもう本当にこう差別と排除といろんなものに怒って、もうあの火をバーッとつけて暴動になったりしたとかいう事件もあの覚えているんですけれども、まあ、そういったことも受け入れに失敗すればね、そういった、まあ、最悪のケースはそっちまでもあるわけで、まあ、一方では先ほど、ね、あの浜松の例みたいにもう何でしょう、浜松を引っ張ってくれるような人材が出る可能性もある、本当にこのスペクトラムめちゃめちゃ広いわけで、まあ、どうやったらその成功の方に行けるのかで、今の日本のままで果たして生きるのかっていうことが、まあ、非常に私としては不安な、この外国人特にブルーカラーの受け入れのインフラが日本にあるのかというと、まあ、正直私あの元弁護士だった時いろんな移民難民の支援などしていたので、なんかちょっと暗くもなってくるんですが、ちょっと浜松市ぜひあのそういったいろんなチャレンジがあったと思います、はい、で今、はい、あのまだ残っているチャレンジ、そしてあと、まあ、成功しているところ、その辺をあのぜひ教えていただきたいんですけど、まあ、これ一言でなかなか喋れないんでね、いろんなことやってきましたので、まあ、あのやっぱり力を入れてきたのはあの子どもたちの教育の問題で、やっぱここがしっかりしてないとですね、外国人の子どもたちがあの社会からこうスポイルされちゃうとですね、その大きくなってからやっぱりいろいろ大きな問題が大きくなりますん で例えば浜松がやった取り組みで面白いのですね、外国人の子どもたちの不就学ゼロ作戦というのをやったんですね。で外国人の子どもというのは教育を受ける権利はあるんですけども、日本人じゃないから義務はないんですね。そうすると親はですね、どうしてもですね、生活に追われると子どもの教育って後回しにしちゃう。でもう最初大変だったんですよ、その居住実態を全部調べて、この外国人 の家庭にはですね、多分学校に行く年齢の子どもたちがいるだろうというのを推測をして、で学校行くと学齢簿ってですね、その在籍名簿あるんですね、それと付き合わせながらですね、一件一件ですね、その不就学かどうかっていうのを調べ上げて、で不就学が分かった段階で、これ不就学もいろいろありましてですね、まあ、今言ったように親がですね、まあ、ちょっともう先にもその生活のことが救急としてて学校行かせないっていう、まあ、経済的な理由があったり、あるいは一旦学校行ったけれどもいじめにあって不登校になったりとかですね、勉強についていけなくて嫌になってですね、学校行かなくなっちゃったとか、だそれぞれのですね事情に合わせてですね伴走型で、はい、支援をしていって、で学校行かせて、まあ、公立学校に難しい子はあの外国人学校に入れさせたりしてですね、はい、不就学をゼロにしまして、ね、今それをずっと継続をしているとかですね、ね、まあ、そのいろいろとですね、国が何もしないもんだから
現場はですね涙ぐましい努力をしてまいりまして、今公立学校だけでもですね、例えば就学サポーターとか支援員とかですね、まあいろんな相談を受ける人とかですね、バイリンガルの人たちなんかをその学習支援で派遣したりして、そういうのがトータルすると100数十人、これ全部市単で市の単独の事業としてやってるんですね。まあ国が何もしないもんですからですね我々やるしかないんですね。まあということでですね、まあ、いろいろ涙ぐましい努力をしてきたんですけども、まあ、あのよくですね、その外国人が来るとね治安が乱れるってね、もう単純あの国会議員でよくそういうのがいるんでね私も国会に5年いたもんですから、いかにあそこがどうしようもない集団かっていうのが分かったんですけども、まあ、全然そんなことないんですよ。あの例えば うちは、まあ、もちろん最初の頃はずいぶん混乱もありましたし、まあ、犯罪もありましたけれども、今大変矯正が進んで落ち着いてまして、犯罪発生率はですね政令市20市の中でだいたい横浜と同じで最下位なんですね。だから強制が進めばですね、別にその犯罪が増えることもないし、外国人と日本人の犯罪発生率を見るとですね、はるかに日本人の方が高いんですね。そうなんです。そうですか。そうなんです。これはもうちゃんと警察からそういう情報を得てますんで。でさっき あのヨーロッパの話もですね、今なんかあの報道だとですね、なんかもう移民排斥で大変なことになっているふうに見えますけども、やっぱり日本とヨーロッパの事情って全然違って、うん、あれだけですね陸続きで大量の難民が入ってくると、やっぱこれはなかなかちょっと問題が多いと。ただ日本なんかはですね計画的に出ていけばですね、あの全然問題ありませんし、でそういうヨーロッパでもですね、一昨年私あの欧州評議会というところ呼ばれまして、これあのヨーロッパあのストラスブルグという欧州議会があるところにあるんですけども、あの人権とか民主主義を管轄しているところで、年に1回あの世界民主主義フォーラムと民主主義のダボス会議と言われている会議がありましてね、そこへ、ご招待いただきまして、浜松のこれまでの30年の取り組みを発表させていただいたんですけども、それをきっかけにインターカルチュアルシティネットワークというのが欧州評議会があの主催をしてまして、これどういうあの団体かというとですね、あの欧米中心に120の都市が参加してるんですけども、外国人とか移民をですね脅威として捉えるんじゃなくて、そういう人たちの持つ能力とか多様性をですね都市の発展とか、創造とか活力に生かしていこうという非常にポジティブなですね、活動なんですね。できちっとしたプログラムが組まれてまして、それにきちっとあのそれをちゃんと取り組んでるかどうかっていうチェックもされるんですけども、で私どもはですねアジアで初めてそのインターカルチュラルシティネットワークに昨年ですね浜松市は加盟をいたしまして、で今その欧州の都市といろんな取り組みをしてるんですけども、ですから決してですねあの欧州の都市がですね欧州がですね今移民排斥でもうものすごいことになってるってそんなことはないんで、今でもですねきちっとそうした外国人や移民 の皆さんをちゃんとですね社会で受け入れて、そういう人たちの持つあの多様性とかですね能力を生かしていこうっていう ねあの動きはちゃんとあるということをお伝えしたいと思います。はい、BBC とかの民主主義っていうね、はい、状況でしたけど、ありがとうございます。本当にねあの子どもたちのね教育の話されたんですけど、本当に子ども、まあ、本人、労働者として外国から来た本人はもちろんですけど、やはりその子どもたちがね幸せに能力を発揮できていくかどうかっていうのが本当にあの移民受け入れのその成功か不成功かのまあ分かれ目かなと思いますので、就学しないとかね本当にあってはならないことだと思うんですけど、実際に本当にたくさんあるっていうね外国人に関しては本当はね、だから外国人の子どもにも就学義務を課してほしい、これ国にも提言してるんですけども、なかなかこれなんか憲法の問題があるとかわけのわからないんですね。そんな難しいことねえだろうと思うんですけど ねやっぱり日本にとってね、まあ、いい投資ですよねと思うんですけど、でぶっちゃけその浜松市はいろいろ負担しなきゃいけない、負担してるんだというあのちょっと悲痛なお話もあったんですけど、この投資は見合う投資なんですかね。いやもうあの十分見合うと思いますし、まあ、あの浜松の規模からするとね、まあ、差をされながらそれほどですね、あの過大なその出費ではありませんので、ただこれからですねあのこの外国人の問題というのは全国に波及していくと、ちっちゃな自治体ってね結構困ると思うんですね。で私今あの国にも提言してるんですけども、あの国と自治体の役割と責任をはっきりさせてくれと。で国はですね現場を持つわけじゃないんで、ちゃんといろんな制度の整備とですね財政的な支援をしっかりやると。であと現場はですね全部自治体がちゃんと責任を持って受け持ちますよと。ただその際にちっちゃな自治体ってやっぱり大変ですから、これから僕はあの県の役割がね非常に重要になってくると思うんですね。広域で例えば教育の問題でもですね、大体あの先生の義務教育は先生の社員も
あの配置もですね、県の教育委員会がやりますから、県の役割ってこれからとても大事になってくるんで、うん、そこをちゃんとですね、してくれっていうことを今、ね、国に提言をしているところであります。なるほど、まだらになっちゃいけないということですよね。最低限のところはなんかフォローありますか。あの教育っていうことで言いますと、やっぱり、ま、子どもだけじゃないんじゃないかなっていうのは ありますね。つまり、ま、第一世代への教育というのが あると思います。で、あの例えば私たちの会社の中で、あの、ま、私も本当 LGBT のことやってるんで、その話ばっかり恐縮なんですけども、はい、もう問題になるのは、いやと国内の啓蒙が終わって、やっとあの、まあ、ドイツの中でうまくいってきたのに、イスラム教の移民の方、難民の方が入ってこられた時にですね、まあ、もうイスラム教徒では基本、いわゆる同性愛というのが、まあ、ダメなので、そうすると、まあ、文化の衝突みたいなものがあの起こるわけです。で、今までの普通の新入社員研修というのは、まあ、ある意味中途採用だとさらりとですね、あ、これが私の会社の、まあ、社是 でこういうことをやってますということで、まあ、2時間ぐらいのプログラムで終わっていたわけですけれども、まあ、やっぱりそれだと間に合わないということですね。で、特に第一世代 その、まあ、親たちというのは、まあ、子どもと違って何十時間学校でその国の価値だったり、まあ、あの文化ということを学ぶ機会がないので、まあ、結局民間企業がそこの部分をやっぱり引き受けざるを得ないというところが あると思います。で、その時先ほど、まあ、田口さんおっしゃった、そのいわゆる、まあ、価値の再定義みたいなものを企業が迫られると、その会社の、まあ、いわゆるこう原則の中で、今までずっと国籍で差別しませんとか民族で差別しませんって言ったことが具体的にどういうことなんだということを、やっぱ業務フローの中に落とし込んで、でそれが、現場ではこういうふうに動いてる、それから実際に価値を、まあ、共有しない人が来た場合にどうやってそこの部分を話すかというのは、もう一つの会があるわけではないので、まあ、そこの準備をしていく、まあ、ある意味こう民間企業がそこを引き受ける覚悟っていうのが必要になってきてるかなと思います。今の あのお話ですね、確かにインフラを整備していただくとものすごく楽ですね、民間の方は。で、私どもはですね、本当はブルーワーカーの採用ということを考えたんですけども、とてもその先ほどあった治安のコントロールとかですね、それから、環境の提供とかはですね、全部私企業で抱えきれないんですよ。ですから最初は、まあ、あのインフラのトップシャワーでですね、上から行こうということで、上の人材にしました。で、そうすると今おっしゃっていただいたような、はい、価値の再定義なんかもこれってあの分かりにくいですよとかね、そういうことを教えてくれるんで、うん、そうするとインフラが揃い始めるんで、うん、そういうことができてから、ね、比較的広げていけるんじゃないかなと。だからいきなりあの今日桃を植えてですね、明日食べようなんてことはできなくてですね、やっぱ3年4年はかかって、それから食べれるようになるというような形だと思います。それで、はい、あの、しっかり制度設計していただけると、そのインフラの上に乗ってやりやすくなるなというふうに思います。あの日本語教育がね、やっぱりとても大事になってくるんですね、うん。ドイツなんかでもあの昔あのトルコの移民の問題で苦労した後、はい、最低でも600時間でしたかね、確かあのドイツ語を勉強しないといけないってい う義務が課せられましたけれども、我々もやっぱりですね、あの、まあ、子どもたち意外とですね、あのすぐ日本の学校に溶け込んで日本語を習得するんですけども、これ親の世代が問題なんですね。我々のところもあのリーマンショックですね、かなり雇い止めが起こりまして、でそういう外国人の人たちの再就職するときに日本語の問題というのは非常に大きなあの壁になりました。でそのときにあの合併したときのですね、あの余った役所があったんで、それを外国人学習支援センターというのにしましてですね、いろんなレベルの日本語教育やったり、あるいはあの日本人のボランティアにポルトガル語を教育して、まあ、あのそのボランティアを養成するような、まあ、その語学のですね、センターを作ったんですけども、これが結構機能をしておりまして、年末にはあの天皇皇后両陛下があの視察に来ていただきましてですね、やっぱり日本語教育っていうのはとても私はこれからあの外国の方を受けるときに大事になってくるんで、それを入る前に行うのかね、まあ、入ってからちゃんとその勉強してもらうのかは別として、これは日本語の部分ってとても大事だというふうに思っております。
まあ、本当にいわゆる外国人労働者を入れる時の、まあ、社会統合政策の、まあ、柱のが日本語教育だと思うんですけど、ちょっと私ここでモデレーター権限でですね、藤沢久美さん、ちょっとこっちに来てください、ここに来てください、マイクがないからです、そこに来てください。どうも、それで大丈夫です。今度藤沢久美さんと、あと、まあ、G1 の人座らないですね、立ってこっちに、皆に顔を見せてください。G1 から藤沢久美さんと、あと渋沢健さんが何かアワードを受けられるとも聞いたんですけど、まあ、実はね、この外国人労働者の受け入れの関係で、今外務大臣の河野さんも G1 メンバーですけどと、まあ、いろいろ協力をしながら、まさに今おっしゃられたその国の、まあ、インフラというか国の政策ですね、今までほとんど、まあ、外国人労働者というものを受け入れてないよということだったわけだから、まあ、政策がなかったというのは当然って言っちゃ当然なんですけど、まあ、これからはそうはいかないということで提言をされたと聞いてますけど、簡単に提言内容とかご披露お願いします。提言をされたって一緒にやってるんで他人事でかなえちゃんから言ってもらった方がいいと思うんですけど、久美さんの方が、はい、いやいや、審議会の委員とか偉い人でもある、何をまとめて言えばいいのかわからないけれども、まあ、その法案ができるっていう、法案が作られてるっていう段階からこれやばそうだなっていうことでいろいろ集まって議論をし始めて、でどこの省庁に行けばいいのかも悩んだんですけど、やっぱり G1 のご縁で河野大臣のところにお邪魔して、で、お願いしたのはですね、まあ、一つはその社会統合政策をしっかりやってほしいということなんですね。でこれ、まあ、総務省からはそういう多文化共生は自治体でどうぞやってくださいみたいになっているので、これをちゃんと枠組みにして、で財源も用意してくださいっていう話、それから、地方で、本当は人が足りないのに都市部に集中する可能性もあるし、あと業種ごとにもばらつきが出てきて、それによって日本人の仕事を奪うっていうことがあると、これまたが外国人排除運動になるので、市場テストというのを各業界ごとに、そして地域ごとにやっていただいて、有効求人倍率に比して余分な人がこう外国人が入ってくるのを防いで、でバランスをちゃんと取ってくださいという市場テストをやってほしいということを、まあ、お願いをしたということと、あと転職の自由というのはぜひお願いしますということをしたんですね。そういう転職の自由に関しても、企業任せにするんではなくて、こう国でしっかり機関を作って、その配分よく転職できるようなサポートもやってくださいというようなことは、まあ主にお願いをしたんですね。で、まあ、河野大臣はじめ外務省の皆さんがすごい頑張ってくださって、法務省と交渉していただいて、かなり法律には入れていただいたんですけれども、やはり社会統合政策のところが日本語教育のテストだけ国際交流基金にやってくださいぐらいで35億円ぐらいしか使わなかったし、財源はこの間も話したら財源が足りないんですよ、強制政策できないんですっていう話で、この財源どっから持ってきたらいいかっていうのは皆さんにもぜひ聞きたいし、本来企業もメリットを受けてるわけだから、企業から取るって方法もあるんじゃないかということも今考えていて、アイデア絶賛大募集でありまして、であと市場テストも今回入れてもらえなかったので、そういうその実際に日本人の仕事を取っていないということをきちんと証明したり、地方と都市部のこうバランスを取るための方法みたいなものも、もしあったら皆さんにアドバイスいただきたいなと。抜けてるかな、うん、ありがとうございます、その通りでございます。なんかありますか、レスポンスが、そのね、本当にこう今特定技能とかで、まあ、なんていうか大枠の本当に枠が決まって、まあ、でもこの枠もこれからどうなるかわからないし、そうそう、細かいところから本当に今から詰めていくことなので、まあ、実はね、G1メンバーでかなり河野大臣も含め、頑張ってこの制度設計に関わっているので、ぜひね、皆様の英知を結集して、はい、もうドイツやフランスやらいろんなところのいいとこ取りをね、なんとか日本で実現したいと思いますけどね。思います。あとはその送り出しって外国から送ってくる機関と国内の受け入れ機関というのもあるんですけど、これがきちんと、これも制度設計されてなくて、技能実習生制度の機関が横滑りしそうなんですけど、ここも今すごく課題が多いので、こういうものもどこが担っていくのかっていうのも、そうですよね、ほとんど決まってないです ね。でも一方でこの特定技能というものが成功していけば、実は、まあ、正面から労働者を入れるわけなんで、今まで技能実習といって、まあ、インターンと偽って労働者を入れてきた、あるいは留学生も留学生と偽って労働者を入れてきた、まあ、そういうことをやめて、まあ、正面からの制度に変わっていける可能性もあるんですよね。だから、まあ、やはり、まあ、そういった偽りの制度はやめて、で真っ当に受け入れた人たちを真っ当に、まあ、取り扱って日本の活力にもするという、本当にこうウィンウィンの制度は、ね、本当ここからだと思うんです。そうですよ、はい、ですから僕は今回の改正は、ね、すごく評価してるんですけども、正面から受け入れるってことと、
今までの技能実習制度みたいにですね、あのいかがわしい制度ではなくて、ちゃんと日本人と同じ待遇でですね、きちっとあの雇わなきゃいけないと。だから派遣は基本的に原則ダメだということになってますから、これは外国人の皆さんの働く環境を向上させるというのはとてもいいと思うんですね。で、あのあともう一つですね、国に僕は今提言しているのはですね、今度あの出入国在留管理庁というのはですね、法務省の中にできるんです。ここが一応なんか社会統合政策をやるって言ってるんですけど、全然ダメで、そんなのは。だいたい法務省はもう出入国管理の部署ですから、それから僕は内閣府にですね、きちっと外国人庁、まあ移民庁っていうと語弊があるのは、外国人庁っていうのを作ってですね、ちゃんとそこがですね、あのしっかりとこの社会統合政策をやる部署を、ね、作れと、ね、で役人の人ってそういうのができるとものすごく働くわけですよ。例えば消費者庁ができてね、消費者行政が一気に進んだように、ね、外国人庁をきちっと作ればですね、これはですね、社会統合政策がですね、一気に私は進むと思ってまして、ただなかなかね、ここはねハードル高い、それをやるって言った瞬間に、日本は移民国家になるのかってギャーギャー騒ぎ出す国会議員が結構いるんで、まずは国会の中でもう大揉めになると思いますけども、でもこれはね、いずれ僕はやらなきゃいけないというふうに思ってるんですね。内閣府移転をちょっと、ね、掲げてまいりましょう。マサさん、何か。あのバリューの再定義ってことをさっき田口さんもおっしゃって、私もあのお伝えしたんですけども、これをやっぱ法制化しなきゃいけないっていうのはあると思うんですね。あのそれが民間企業だけに任されていたときに、やっぱり、まあ、今まで日本が作り上げてきた、いいベストプラクティスっていうのが、まあ、崩れてしまう可能性があると。例えば、雇用機会の均等ってことで言うと、まあ、男女はあるわけですけれども、まあ、男女以外はある意味ないわけですね。まあ、あの年齢もそうだし、例えば性的指向とか性自認もそうですし、まあ、外国人、働き方、その雇用に関する機会の均等というのが男女以外ない中で、いろんなバリューを民間企業が勝手に再定義するというのは、結局、まあ基準の後退を、まあ進めてしまう可能性があるわけです。そういう意味で、まあバリューの再定義というのは、まあ言葉だけじゃなくて、やっぱり法制化できちんとやっていかなきゃいけないというのはあると思いますね。素晴らしい。あのまあ、実は今回の外国人労働者受け入れというのがあるときに、まあ、私ども NGO として、まあ人種差別禁止法ってどの国にも大体あるんですけど、我が国はないのは本当にもうダメだというか、もうやばいですということで、まあ国会にも提言したんですけど、ちょっとまだシーンという感じではあるのですが、まあ、本当にあの、まあ、まずは機会均等、まあ、差別されないとかもすごい一番基本のところなので、やっぱ国でもつつ裏裏日本のどこに行ってもやっぱり外国人だとか人種とか民族だけの理由で差別されるっていうのはやっぱないっていう制度設計が本当大事だと本当に思います。ありがとうございます。で、すごくいい、もうすぐ時間があまなくなってきているので、いい、ですね、外国人だけじゃない、いろんなあのダイバーシティに向けて、特にジェンダーに広げる今いいきっかけ の, あのご発言をいただいたかなと思うんですけど、柳沢さんからでもいいですし、小野田さんからでもいいです、その他のパネリストの方からでも良いのですが、あのダイバーシティのイシューっていうのは、その外国人ですとか民族人種に限らない本当に広いものだと思うんですけれども、ぜひ何か問題意識ですとかご提言をいただけるとありがたいな。ありがとうございます。あの私昨日も言ったんですけど、雇用機会均等法の施行前に学校出まして、何人かの方はご存知だと思うんですけど、四大女子下宿っていうのは、応募してはいけないというのを明記していい時代に大学を出ました。お笑いになった方は覚えてらっしゃるということですよね。で、そういう意味では雇用機会均等法ができて、女性の就労率は確かに上がってですね、昨日安倍総理もおっしゃっていたように、今あの就労率はアメリカをここ3年ぐらい上回っています。これは大きな前進なんですけれども、さっき の, その単純労働 VS 行動人材、これって実はジェンダーに当てはめて分析したものを日本ではあまり見たことがありません。ところが世界経済フォーラムはこれをやってます。で、日本はですね、114位から110位まで上がったんですよね。今年4位上がったんですけれども、日本の前にですね109カ国いるわけです。で、これどういうことかっていうと、高度人材の中に女性があんまりいない。で、私は今日は、まあ、国に物を申すというのもあると思うんですけれども、
ここの皆様は私が存じ上げているだけでも先進的な企業の経営者もしくは経営陣の方がたくさん今いらっしゃいます。もしくはそこに出資をなさっているとか投資をなさっている方がいらっしゃいます。どうでしょうか、皆様のお力で女性であるとか外国人であるとか異質な人を管理職とかですね経営陣の中に入れることで革新するということをお考えいただいて、一人でも二人でもいい、例えばですね今国のお金が入っているところで、一つあるのが外国人留学生を特に今大学生を中心に呼んでくるっていうのに結構お金がいってると思うんですね。でこの人たちが就職先がないと聞いています。そういう人たちを日本語は少々不得手かもしれないですけれども取ることを考えられてみてはいかがでしょうか。私前職のマッキンゼーで実はそういう人たちと働く機会がありました。最初の1年ぐらいはやっぱり結構日本語もたどたどしいですけど、よく考えれば私の英語もたどたどしい中でアメリカ人の同僚はいやそうなんですよ、私留学帰国子女でもないし22歳まで英語が喋れなかったのでかなりたどたどしいんですけど、一緒に働いてくれたよねと思って働き始めると 2,3 年経つとですねすごい育つので、そういう若い子でもいいですし、御社の頑張ってる32歳の女性社員でもいいんですけども、彼女彼らを2人でも3人でもいいのでちょっと育てようというのをお一人お一人お考えいただけないでしょうか。素晴らしいことでですね、実はぜひそれをやるダイバーシティでいろんな価値が育ってくるっていいということでですね、我々いつやったことがあるんですね。そしたらですね、簡単に言うと田んぼに、トマトの苗を植えるようなことをやるとですね腐っちゃうんですね。だ環境が違うもんで一番いいのは衛星を作って子会社作っちゃうんですよ。で子会社を作ってそこでですね女性中心の会社作ってるとめちゃくちゃみんな育つんですね。ですからその男性社会という環境で男性のルールがあるところに別の種を植えようとして私どもは失敗して、周りも気を使ってですね、すごいんですよ。もう重たいもの持たせませんからね、運送会社ですけど軽いもの持ってみたいなことで労働生産性めちゃくちゃ落ちてですね、それでみんなものすごい気を使って、でその子たちも気を使われてるからどんどん排除されていってしまう。だけど子会社作ってやった途端にですねもうめっちゃ育って管理職になっていくということで、我々は今環境を別にしてそういうことを今やっていこうと。トマトはトマトの畑に。もちろんもちろん、はい、それは大変勉強になります、はい、柳沢さんどうですか、その LGBT のダイバーシティをもうこの何年もやってきていらっしゃる、はい、今私の会社のドイツ証券の日本支部というのは、幹部にドイツ人が一人もいないんです。でもう完全に現地化されてるというか、現地化というよりもすごいインターナショナル、インド人もいるしアメリカ人もいるけど、たまたまドイツ人がいないんです。でもうそれぐらいやっぱりなんて言うんでしょう、こう任せるっていうんじゃないですけれども、ダイバーシティっていうのをやっていくと、もうなんだかよく分かんないわけですね。ドイツの会社なんだけどドイツ人がいないってどういうこと。同じぐらいもう性的指向もいっぱいあって、なんかもうそれで当たり前だよねっていうふうになってきて、でそれがやっぱり外資系だけど日本の中でできるので、外国の話ではないんだなじゃないかなというふうに思います。で一つその LGBT のことというと、3年前にここで初めて LGBT のパネルをやった時には L というのは B というのはと、で堀さんにスライドを使った方がいいんだ、もうちょっと G1 はスライドを使いませんと堀さんに言われて、いやだからそういうところからだったんですね。ところがやっぱり昨日の全体会も分科会もいろんな方々がこの問題に関してお話しされていて、昨日の夜のディナーの時もいろんな人たちから、もううちのところでもちょっといろいろあるんでちょっと話してよとかっていうのが、宗教の方とかスポーツの方とかからですねお話を、はい、いただくようになったんですよね。なんで3年でやっぱりすごく大きく変わったなというふうに思ってまして、この外国人のことも多分この G1 に外国人の方がいっぱい来るような感じにやっぱりここ数年でしていかなきゃいけないんじゃないかなというふうに思ってます。ありがとうございます。そしてもうなんていうかクエスチョンランサーに開けないといけないので、ちょっと、じゃあ鈴木市長からですねちょっと30秒程度で最後の言葉を皆様お願いします。最後の言葉、最後というか、はい、
いや、ステキ大人前の最後の発言、私ども30年近く多文化共生をやってきて、まあ、やっとですね、何か日本がいよいよ本格的なですね、外国人受け入れの、国になっていくなというのを実感をしておりまして、まあ、その時、まあ、今日も、もうずっと問題点として出されてましたけれども、やっぱりこの社会統合、ここをですね、きちっとやっていかないと、これがこれから日本が本当に外国人の皆さんを受け入れてですね、その人たちときちっと共生社会を作っていけるかどうかのですね、大きな鍵を握っていく。でこれは国だけの問題じゃなくて、我々自治体、それから企業の皆さん含めてですね、それぞれのちゃんと責任と役割をですね、明確化してやっていかなきゃいけない、まあ、そういう、今分岐点に立っているなということを感じております。異文化はすごい価値になるということですね。しかしながら、それが成長度合い業種業態においては、どっかのやってることをすぐ入れて、それで適用できるかどうかって、それはよく見極めないといけないと思います。業種業態、そして成長の度合いによって、その時に適したことをやって徐々に上げていくということで価値になるというふうに思ってます。今日本は実は諸外国とカウンターシクリカル状態にあって、雇用の創造が大事な国に対して日本は雇用、いわゆる人が足りない。でこれをうまく活用して、いろいろな国の人たちを呼び込むことで革新をするということでですね、日本の再生につながると思います。今回の法改正、私もすごく大きいと思ってますので、それをどう生かすかというのは、まさしくさっき市長も田口さんもおっしゃったように、まあ、雇用をしてですね、育成、投資をして育成をして頑張っていただく。でそれを通じて日本人の社員たちもちょっとメンタルセットを変えて、どぎづけして、みんなでちょっと違うやり方でやってみるっていうのをご提案したいです。もう日本はですね、みんな住んだら住みやすいって言ってくれるんですよね。でもういっぱい条件が整っているので、まあ、あとはその次に進む力だけだと思うんですけども、先ほどちょっと申し上げたのは、うちの会社でやってるいいことは全部ハッシュタグポジティブインパクトってつけて外に発信してます。なので出し惜しみなく、みんなでいいプラクティスを共有するってことが重要かなと思ってます。はい、ありがとうございます。ちょっと私も G1 で毎年も過去3年4年ぐらい、もう外国人種差別の禁止法を作ってくださいとか言い続けて、なんかほとんどシーンみたいなのが続いてたんですけど、あと、まあ、LGBT もね、差別禁止法くださいで、もう本当に、まあ、男女雇用機会均等法の恩恵を受けた年代ですので、なんとかそれを、ね、広げたいと、遠吠えに遠吠えを続け、今年はなんとか元年にしたいというふうに思ってますので、ぜひご協力いただけたら嬉しいですということで、質疑応答にオープンできればと思います。じゃ あお願いしていいんですかね。私がじゃあちょっと今手を挙げている方、みんなとりあえず一回話を伺えればと思います。ロート製薬の山田です。昨日から鈴木市長にいろいろ刺激あることをいろいろ教えていただいて、私聞きたいのは、やっぱり浜松市の実績の中で、やっぱり民間企業が、まあ、雇用を提供するということを超えて、何かすごく突っ込んだこう多文化共生のこう役割を担ったようなことがありますかということと、いやもっとこういう点で民間企業入ってこいみたいなところが、もしあればお聞かせいただきたいと思います。じゃあ皆様、はい、2つどうぞ。はい、私田村拓と申します。イーダスっていう団体で、就労で、日本に来る外国人の支援をやってます。で一つ外国人の人を受け入れるっていうのは、ダイバーシティ&インクルージョンと、私続めてインクルーシティって言ったらどうかと思ってるんですけど、そういう意味で、社会的なコストを払ってもやるだけの価値があると思うんですが、一つちょっと問題提起、一つ皆さんにご質問なんですが、鈴木市長がまさにおっしゃったように、日本語っていう問題っていうのは今回の特定技能でもちょっと軽視されていると、つまり日本語が一定できる人が入国するみたいな立て付けにしてしまったので、入国前に試験をするけれども、入国してからはできるようになるはずだというですね、楽観論の中で制度が作られたと。でも
比較的ブルーカラー的な人は、そこで固まって仕事をするので、日本語をブラッシュアップする機会は極めて乏しいのが多いと思うんですね。でしかも住む場所もそういう方って集中するので、かつてイチョウ団地や、今だと芝園団地門間団地みたいな、団地に集中してしまって、それはちょっと間違えるとたくさんの外国人が、アイソレートされた形で日本に固まってしまう可能性を持つと。でここでインクルージョンっていうのの大事さっていう意味で、最低限やっぱり日本語っていうのをですね、磨くっていう機会とそれを試す、ハードルっていうのを設けた方がいいんじゃないかっていうのが、これは問題提起です。で皆さんにご質問なんですが、移民っていう言葉についてどういうふうにお考えか。坂中秀則さんっていう人が昔移民1000万人計画っていう話をされたんですけど、いわゆる本当に永住する人が移民なのか、世界的なスタンダードの1年以上いると移民なのかっていうことの議論がものすごく噛み合わない気がするんで、皆さんそれをどういうふうにお考えか、伺えたらと思います。じゃあ川崎さん。はい、イーゾンキャピタルというところで投資をしています川崎と言います。まず本田さんがさっきおっしゃったですね、うちの会社とか投資先でももうちょっと女性、それからもうちょっとそのいわゆるダイバーシティを、ね、プロモートすることは一生懸命やると思います。やっぱり言い訳が出ちゃうんですね。さっきのトマトを田んぼに植えるみたいな話なんですけど、やっぱりダメじゃんって他の人たちに言われると、まあそうかなっていう感じでへこんじゃうので、ちょっと頑張ります。で2つあります。1つはですね、投資先の例えばうどん屋さんとか居酒屋さんとか労働集約性の高い事業に投資してるんですけども、結局社長を含むですね現場の方っていうのは、まあ、日々の金稼ぎに追われちゃうのでやっぱりやらないんですよ。理屈は分かってないのは無理だよと。でそういうのなんかこう上手にこう説得というか乗り気にさせる妙薬というか、いいアイデアはないかなと。でもう1個はですね、これこの先は結局その結構国籍の問題につながると思っていて、二重国籍をですねどういうふうに考えるか。私は個人的な理由もあってですね、そこはもう早く解放してほしいなと思っているんですけれども、皆さんその辺どのようにお考えかなと。ありがとうございます。もう答えいただいちゃっていいでしょうか、それともなんか今話を聞いていて私も質問やコメントがあるという方がいらっしゃったら伺いたいです。とりあえず大丈夫では、ちょっとまた鈴木さんから今のご質問に、はい、最初のご質問はですね、企業がどういう支援をしているかということですけども、まあ、やっぱり、まあ、我々自治体がやっぱり中心にならなきゃいけないと思うんですけども、企業さんも決してその見ぬふりしているわけではなくて、例えば浜松にですねムンドデアルグリアというですね外国人学校があって、これ鈴木に勤めてた女性の方がですね見るに見かねて、会社辞めて作って、最初はね本当に苦労してもう全部資材を投げ打ってやってたんで、ただ当時はだから学校法人 の認可も取ってなかったんで、我々まあ行政としてなかなか財政的な支援もできないんで、その時にはですね鈴木さんとか山さんとか企業さんがですねその学校を支えるためにですね いろんな財政的な支援をしてまして、その後我々まあお手伝いをして、準学校法人 の認可を取ったんで、それ以降はまあ、私どもも財政的な支援だとか、まあ、教科書を購入のですね、助成をするとかいろんな形のサポートをしてますけれども、まあ、今もですね企業さんもちゃんとそういうところを支援をしていただいているということで、まあ、やっぱり 大企業さん中心になりますけれども、まあ、そういうのが一つございます。それと2番目は移民の、はい、移民とかインクルージョン、日本語教育など、田村さんから、はい、日本教育はですね、私もその通りだと思います。やっぱりもちろん入ってくるときにきちっとある程度の日本語をですね習得していただいているというのは大事ですけども、入ってからですねやっぱりそれをブラッシュアップしていくというのは、まあ、もちろん企業の中でもそういう研修をやっていただくのは、うん、いいと思うんですけども、それはなかなかちっちゃい企業じゃ無理なんで、で我々それ、まあ、外国人学習支援センターというのを、まあ、市として設置をしたわけですけども、例えばですね、例えば県がこれからですねそのポイントとなるような都市にですねそういうのを数箇所作っていくとかですね、まあ、そういうことが必要になってくるだろうと、まあ、浜松ぐらいの規模ですと単独でそういうのも作れますけれども、それ以外 のちっちゃな自治体にやれててもなかなか難しいと思いますので、そこは少し広域でですね県がそういうセンターを作るとかですね、まあ、そういうことは必要じゃないかなというふうに思います。日本人精神ということについて教育というか言語と精神を統一できたらなと思っ
ってます。で、一応4つのことがあって、一つは、匠ということ、これは清潔整頓整地正確というような匠の世界のこと。でもう一つは和ということ、これは本持衰弱で神道と仏教を一緒にできるような精神性があること。それから公というのは公で、私よりも公を大事にする、しかしながら頑張るというやつ。道は神道、柔道、こういう合気道、こういう道の世界で突き詰めていくということ、こういうところを入社の時のクライテリアにしようということでやろうとしています。皆さんのご質問の中に回答の回答にはなっていませんが、日本語と同時にそういう精神性というのを日本人らしさと中で考えて、それがクリアしたら移民でも永住でもどっちでもいいなというふうに思っています。先生、ですね、ヨーロッパに、海外で採用してるとですね、ヨーロッパの人は日本に永住したいと言って日本の企業を選びます。ですから、永住希望のある方はもう移民というよりは日本国民として、採用できるといいなというふうに思ってます。すいません。私はインクルージョンはおっしゃる通りだと思います。でそういう意味で実は私のところの、エージェンシーって社員の国籍が50個ぐらいあるんですね。ですのでダイバーシティ&インクルージョンというのは、非常に大事なポイントでございまして、それは私も人事面では第一に挙げてやってるんですけど、基本的にやっぱりコミュニケーションが大事なんです。そうするとやはり言語的にその英語で言ったインクルージョンってどういう意味なんだっけとかから始まるわけですよ。ですのでちょっと飛ぶんですけど、外国人支援センター的なものってすごく大事だと思ってまして、いろいろやってやっぱり聞くもんってあるんですね。これは聞いたよねっていうのがあるので、語学もあると思いますけれども、その聞いた世託みたいなのを貯めてって、これが嬉しかったんだよねと、毎月実はみんなを集めてこうやって喋ってたんですよ。なんですけど私の英語も下手ですし、みんなも忙しいから、それはあんまり受けなかったんですけども、月に2回かな、1回か写真付きで、私はこういうところに行ってこんなことをして、こんなお客さんってこうやってますっていうのを流し始めたんです。でそういうのはみんな大好きなんですよ。あ、なるほどねってすごく感覚が分かる。これはちょっと非常に卑近な例ですけれども、そういうような何が効くのかというのを外国人支援センターの中でやっていければ、こういうのが大事だと思います。問題の現場っていうのを、企業なり行政なりが見つけておくっていうことが重要で、例えば LGBT のことでいうと、もう一番の問題は救急ですね。自殺する子たちが来るので、そういう子たちがじゃあ薬飲んで生き返った時に何で悩んでるかっていうのの現場の言葉というか問題が、行政なり企業のなりに共有される仕組みっていうのを作ることが大切で、自分の会社の社員、自分の国の市民がどこに問題を出すかっていう現場を押さえておくっていうのがすごく大切だと思います。で、その上でそうは大きい話の中で、一体じゃあどこから小さいステップでもって、川崎さんの質問の中でやっぱり私が思うのは、ちょっと昨日のインクルージョン のナイトセッションの議論を紹介したいんですけど、結局実力主義なんだっていうところを示すっていうことが一番大切かなと思っていまして、インターンでもいいと思うんです。それからアルバイトでもいいと思うんです。ただ実力があれば評価されるよっていうマイノリティの人が入ってくる、でそれが職場の中でいい循環になっていくというものを、なんか小さい成功から積み重ねていくってことが重要かなと思ってまして、やっぱりそういう成功する人がいると、マネジメントもといいますか経営者の人も納得しやすいんじゃないかと思っています。ちょっと追加でちょっとお話ししますと、やっぱり基本ですね、私はやっぱりこの外国人の方も単なるワーカーのロボットじゃないんで、人間であり生活者であるということをですね、やっぱりしっかりそこを位置づけていかなきゃいけないと思うんですね。で私どものところに多文化共生センターってですね、外国人のワンストップの相談センターがあるんですけども、昔はですね生活相談とか行政相談とかそういうものだったんですけども、今は弁護士を置いて法律相談、それからですねメンタル、最近技能実習生の、自殺の問題が
問題視されましたけれども、実はこれものすごく多いんですね、外国人の方のメンタルの相談というのが。でこれ浜松市だけではなくて、まあ、周辺からもですね、今わんさか来てですね、もう対応しきれないぐらいになってるんで、だからやっぱりそこまでやっていかないとね、まあ、やっぱり同じ我々と同じ人間であり生活者でいろいろ悩みも持つしですね、まあ、そういう観点でこれから受け入れていかなきゃいけないんじゃないかなというふうに思いますね。大丈夫ですか、はい、ありがとうございます。ちょうど今終わりの時間でございます。本当に進行にご協力くださいました。ありがとうございました。そして会場の皆さんも本当どうもありがとうございました。また次にね、つなげていきたいと思います。